I'm in the countryside outside of Kyoto City. I'm spending my day playing on my mother's grand piano in this beautiful 100 years old Japanese folk house where my father grew up. This is a very special space for my family and also where East meets West.自然の豊かなところで、最近では日吉ダムができまして、温泉もあるリゾート施設で、人気のあるところです。みんなの集える、そういう、プライバシーがない代わりに全部こう広く使える部分があるので、それを活かせるようにしたいなということで、全体を板の、まあというかね、そういうスペースに、設計士さんにお願いしたという、ほとんどコンサート年に1回か2回ぐらいですけれども、愛さんが来るために弾いてくれることによって、名前もアイサホールにしたいなというふうに思っております。稲刈りの後、刈った稲を子供の頃かける、乾かす干すために刈ったものを皆こう集めるんですね。でそれがもう薄暗くなって、もう帰るんかなと思っとったら、なかなか帰らないので、おばあちゃんに、いつになったら帰るのと言ったら、全てかけ終わってから帰るんやと、月の明かりで仕事できるやろうと言われた。それが未だに、子供の頃言われたことを覚えています。